本校では警備隊発足時に海上保安庁航の警戒本部から遺憾された総海艇について扱う。第日本帝国海軍では磁期機雷に対抗してまず通電式の二式総海軍を開発するとともに海戦直後にシンガポール等で旅客したイギリス海軍製式品を元に開発した時間式の三式総海軍による磁気総海を行っていた。しかしこれらは 地震式時期機雷には有効であったが、1944年2月より、アメリカ海軍が投入した、新式のマーク25機雷等の誘導磁気機雷には対抗できなかったことから、同年12月より、通電式の五式総海軍が開発された。またこれらの磁気機雷に対しては、従来の鋼鉄製装海底では、食雷のリスクが非常に高く危険であったことから、 1945年春以降、当時大量に建造されていた木造の苦戦特務艇や紹戒特務艇が総会任務に投入されることとなった。これらの総会部隊は終戦後の海軍解体の下中で組織体制が変遷するさなかも任務を継続することになった。総会戦、日踊り、太平洋戦争中に建造された苦戦特務艇。転用に際して 待機室の設置、兵装の撤去、総海軍の装備が行われた。総海戦、浮島、太平洋戦争中に建造された旧海軍の哨戒特務艇である。苦戦特務艇をもとにした総海艇に比べて大型であったため、発電機を搭載し電源艇として使用された。また、アメリカ海軍からの供与により、SO-8 追水上レーダーを搭載していた。総海艦 総英旧海軍の旧南艇、英船そして民間の商船、規範船などとして建造された船舶である、総海船、お吉鳥、ありがとうございます。